原点に帰って凌介が犯人なんじゃないかっていう、河村が全部の罪を被るっていう方向になってもいいかなって。はい、上代です。今日は真犯人フラグ第19話の考察レビューしていきます。まあ、前回に引き続き、まあ、結構回収が多いので、なんか全部説明された気になるんだけど、なんかよく考えてみればあれどうなったのみたいな、そういった細かいところは残ってるなっていうのがあって、回収されるされないはもうなんか分かんなくなってきたなっていうところがあるんですけど、まあとりあえずやっていくんですけど、今回からですね、機種変したんで、今まで iPhone 8で撮ってたんですけど、iPhone 13 Pro Max を手に入れたので、今日からですねちょっとぬるぬる動く感じで、撮れるようになりました。ということで一応ですね、まあ、バタコ、元木、かっこ一世、菱田、山田コーチ、まあ、これに関してはもう終了かなっていうのは一応思ってます。まあ、菱田に関してはちょっとだけ残ってるんですけど、まあ、脅迫されてたっていうか、喋りすぎっていう風なことを書かれてたって、脅しの相手が誰なのかっていうことですね、まあ、それが真犯人だっていうことがあって、まあ、それが残ってるかなっていう感じで、まあ、バタコも元木もですね、週刊追求プレミアムが出て、もう終わっちゃったなっていう感じですね。もう、まあ、バタコ、元木、一世ですね、まあ、自分からやったつもりだけど、実はその真犯人の手のひらの上だったっていう、まあそういったことだと思うんですけど、真犯人が誰かっていうことですね。まあ僕はずっと河村を推してるんですけど、まあこの流れでいくと河村は違うんじゃないかっていうのはちょっと思ってるんですよね。とどろき健在とかと絡んでくると思ったんですけど、いやこれはもうとどろき健在はもう絡んでこないなっていうところがあって、でとどろき健在がなんで出てきたのかっていうと、やっぱその林周りを固めるために、そのなんていうかな、肉付けのために出てきただけだったんだなっていうのがあって、あの住愛ホームの社長が死んでるんですけど、まあ、そこに関してはまあ事件化してくるんだろうけど、いわゆる上級国民的なやつらっていうのはもっとすごいことをしてるんだぞっていう、まあ、ことを描くんだけど、炊飯器失踪事件には実は何の関係もないっていう、林が住愛ホームに勤めていて、でそれの取引先がとどろき健在でっていう、まあ、それがあの国とSDGs をやっていてっていう、まあ、ただそれだけのことで、そのつながりっていうか、まあ、そこにまあ強羅が絡んでたりとか、そのまあいろんなことがあるんだけど、轟き健在は結局何の関係もなかったんだなっていうのを、まあ今のところ思ってますね。まあ僕の中でのその河村説っていうのがちょっと崩れてるところがあるんですね。まあ動機は良かったんです。まあ一応動機としてはこうあってほしいなっていうのは、まず、まあ今でも思ってるんですけど、やっぱそっちじゃないんだなっていうか、やっぱあの民放のテレビ番組でこれはやっぱ描けないんだなっていうのは、まあ思ってるんですけど、まあそれが悪いとかそういうんじゃないんですけど、まあなので、まあ今のところ、まあ二宮が一番怪しまれてるんですけど、協力してたか、もしくは一世と同じですね、何かしらの弱みを握られてたのか、なんかあるんだと思うんですけど、まあ協力してたの方がまあ有力かなと思うんですね。まあお姉ちゃんの件とかもあるんで、まあなんで協力するかって言ったら、やっぱ真帆になってくると思うんですけど、まあ真帆か日野ぐらいしか、まああとまあ真犯人候補いないし、まあこの2人に関してはその日常描写がないので、あのこの時こうでしたって言ってもまあ納得するしかないなっていう感じがあって、まあ何度でもできるようなっていう感じがあるんですけど、あと45分で、まあ、どんな納得させてくれるような内容になってくれるのかっていうこと、まあ、それはもうまあ楽しみでしかないなっていう感じがあるんですけど、まあ、真犯人に関してはずっと決まってたみたいなんですけど、まあ、実際は違うのかもしれないし、まあ、そうだったとしてもなんか一話から計画してた感っていうのは、まあ、今回の回想シーンとか、まあ、見るとやっぱそういうのが伝わってくるので、なんかやっぱすごい良かったなと思います。全部魔法がやってたことって考えると、まあ一番しっくりくるといえばしっくりくるんですけど、まあ、二宮はまあ一応協力者っていう感じになってて、そのまあゴーラーがいろいろ動いてるんですけど、結局ゴーラーはあのまあ依頼されていろいろやってたっていうことで考えるし、まあ、ゴーラが二宮とあの凌介を引きかけた時にやっぱりあの子かって言ったところがあるんで、二宮とゴーラはその直接のその契約関係はなかったんだろうなっていうのがあるんですよね。であと二宮があの小説書いてるところで、まあ、一応真犯人っていうかその黒幕っぽいのがあの口元だけ映るんですけど、まあ、口元がちょっと若いっていうのと、あと男っぽいっていうのがあるんですよね。まあ、それがあるんで、その真帆なのかっていうとちょっと分かんないし、まあ、日野と河村っぽくないんですよね全然。だからまあプロビンとか小太郎くんっぽいのかっていうと、あの二人と全然顔の形違うなっていうのがあるんで、頑張ってあれを真帆だとすると、一応まああの納得いくというか、まあ、バタコはサッカーチームに所属してたから、その山田コーチとのつながりとかがあったからっていうことで、まあ、それでまああのなんていうかな、感づいたというか近づいたというか、そういった感じになってたんだろうし、光の家出に関しては想定内というか、まあ、親だからちょっと感づいたっていうところがあって、家出を実行した時にその光じゃなくて一世の方を脅すっていう、まあ
そっちの方が多分、まあ、やりやすいというかな、それで、まあ、一星に近づいたというか、まあ、コンタクトを取ったっていう感じですね。まあ、なので、バタコと一星を、まあ、あの動かしたっていうのは、まあ、マホだと、まあ、なんか分かりやすいかなっていう感じがありますね。で、あの押し入れの、あの脅しですね、喋りすぎだっていうやつですね。あの何を言ったのかっていうと、あれただあの菱田があの凌介の家に行った時にあの結構やりたい放題やってたっていうのがあって、お前楽しんでんじゃねえかっていう、多分そこでまあちょっと突っ込んだだけなんじゃないかなっていうのがあって、特になんかその真相に関わる何かっていうわけでもないんじゃないかなとは思うんですけど、仮に喋りすぎたっていうのは何かだとすると、あの DNA 鑑定のあの封筒をまあ見せてきたところかなと思うんですけど、どっちが先だったかちょっと忘れたんですけど、まあ、あるとしたらそこかなと思うんですけど、別になんかあんまり深い意味はなさそうな気もするんだよなっていう感じがありますね。まあ、日野が犯人だとすると、まあ、アリバイに関しては何でもありかなと思うんですけど、まあ、今回あの一番最後あの店出ていくときになんかジャリって言ってなんか撮ったんですよね。あの字幕でもね、何かを掴む音みたいな感じで言ってたんで、まあ、鍵かなと思うし、なんか凶器なのかなと思うんですけど、みんな集まったところでこう最終手段としてなんか凶器を出してくるのかなと思うんですけど、じゃあ日野が犯人だとするならば、まあ、二宮と川村っていうのはグルでその日野をあのここにおびき寄せるためにやってたんだろうっていうことがあるんで、今のところもう真帆か日野ぐらいしかいないなっていう感じがもう出てきてしまったんで、まあ、僕がその川村が犯人だった場合のその動機とかだったらいいなと思うんですけど、まあそうじゃないんだなっていうのがあって、もうしょうがないなって、もう真帆か日野どっちかしかいないなっていう感じですね。ということで、まあ、あの真犯人は正直もう分かんないっていう感じなんですけど、ここであのもう原点に帰って凌介が犯人なんじゃないかっていう、まあ、その考え方として、あの、まあ、最初から凌介がやってたというよりも、その最終的に凌介がこう真犯人になるっていう、まあ、そういった展開になんかなるあの方向になんか行きそうだなっていうのもちょっと考えたんで、まあ、その話をしていきます。まず一つ目は、誰も裁けずにメンバーで口裏を合わせるっていうことですね。まあ、今までのその流れから言って、凌介はあの、まあ、表向きあの怒りとか呆れたりとかはするんだけど、結局相手を許すっていう風に話が進んでいるんですよね。全ての真相が分かった時に、まあ、真犯人はそのいわゆる極悪人ではなくて、その真犯人なりのなんか正義で動いてて、でそれでまあ結果あのいろんなことがこうごっちゃごちゃになって、一連のこの炊飯器失踪事件になってしまったっていう、まあ、そこで結局同情してしまうっていうことになって、まあ、メンバーで口裏を合わせるっていう形で、この何かうやむやにするというか、アイデアを凌介がひらめいて、なんか事件を闇の中に葬るっていう形にするんじゃないかっていうのをまあちょっと思ってて、まあ、それがまあ凌介真犯人っていう、まあ、形になるっていう、実行したんじゃなくて結果的に罪をかぶるっていうか、あのなんか一番悪いことしてないこいつっていう感じで、まあ、凌介が真犯人になるっていうのもまあありなのかなと思うんですけど、まあ、そうなった場合、じゃあその市場の責任メンバー、あそこにいる、凌介、川村、日野、二宮、まあ、真帆もいるかもしれないですね、まあ、それは全員口裏を合わせて何事もなかったかのように終わらせるってなるんだけど、まあ、正直一星はあれもうそのまま逮捕ですよね。やってることがあれなんで、相良家とその示談とかにしたとしても、じゃあそれと協力した元木は逮捕されるじゃんっていう、なんかそれでいいのかっていう風になって、なんか倫理的にいろいろなんか置いてきぼりとかおかしなことになってしまうので、どうしても打ち切れエンドっぽい感じになっていって、なんかあの納得いかない感じにまあ終わりそうなんで、これはどうなのかなと思うんですけど、まあひらめいたんで、ちょっとあの喋ってみました。で、もう一つですね、まあ、この物語を本にするっていうことですね。まあ今までよく言われてたんですけど、その凌介はその覆面作家としてそのサラリーマンと両立して、そのなんか実は作家としてやってたんじゃないかとかいろいろ言われてたりするんですけど、まあ、今まではやってなかったけど、炊飯器失踪事件が終わって全部解決して、そこからまあ10年とか20年とか経った後で、その凌介がそのこの事件をあの本にするっていうこと、それをあの相良凌介じゃなくて、その覆面作家で別の名前でやって、ネットでなんか、あ、これあの時 の, あの炊飯器失踪事件じゃないかって言われるんだけど、だけどあの真相は誰も分かんないっていう感じになっていって、でそして、まあ、それがあの本がめちゃくちゃ売れて、相良家は結構裕福になるっていう、一番得したやつは誰なのかっていうことで考えると、まあ凌介が真犯人になるっていう、まあそういった形になるのかなとは思うんですけど、まあその流れになると、まあ結
結局、まあ、真犯人が誰かってなると真帆が一番いいんですよね。まあ、真帆もそのなんていうかな、同時多発的にはまあいろんなことが起こってしまって、もう手に負えない状態になってしまっているっていうことで、まあ、今回あの19話でその川村が言ったあのお前たちには意地でも幸せになってもらわないといけないっていう、まあ、ことがあって、まあ、そしてまあ今川村が編集部の中でちょっとやり方が異常すぎるっていう風な感じでまあ見られているっていうところがあって、まあ、それがあるので、その川村が全部を動かしてたっていうか、全部の罪を被るっていう方向に なってもいいかなってちょっと思ってるんですよね。まあ、真帆のまあ動機としてやっぱその林とかそういったまあその篤斗があの凌介の子供じゃないとか、まあ、いろんなことがあって、それをあの全部清算したいっていうことをまあその川村にまあ相談していて、まあ、だからその川村がまあ最終的にその真帆の起こしたことっていうか、それの罪を全部被るっていう形で終わるっていうこともまあありなのかなと思うんですよね。なので本当の実行犯は真帆で、その協力者が二宮 でその罪を被るのが川村で、その全部の話をあの一つの本にして出版するのが凌介であるっていうことになるのかなと思うんですね。なので、まあ、日野は最後まで、まあ、蚊帳の外だったっていうかの完全に脇役だったのかなっていう感じになるんですけど、まあ、それが一番いいのかなと思うんですけど、まあ、どうなるんですかね。あと45分しかないので、あのどうやってこうまとめるのかっていうことですね。まあ、ドラマとしてまあいい感じに終わらせて、まあ、あとはそのもっと深いところはまあ Hulu の週刊追求プレミアムでやるんだと思うんですけど、まあ、あなたの番です。ではあのその最終的にあの黒幕が前後編であの Hulu で配信されたんで、まあ、今回も二宮と真帆2本立てになったりとかするのかなと思うんですけど、まあ、とにかくまあ納得のいく説明さえしてくれればもう誰が犯人でもいいよっていう感じであるんですね。まあ雫石はもうないかなと思います。まあ、雫石はまああの前回ですかね言ったんですけど、まあ、20世紀少年の友達みたいな感じかなっていうのがあって、まあ、本人はその凌介とかとなんかあの因縁とかを抱えてる風だけど、その凌介からしてみれば誰っていうまあ感じなので、まあ、そういったポジションでまあずっとやってるっていうことですね。まあ、グループの中での A チームではなかったっていうことで、そのあのまあそれを反骨心にしてまあその出世したっていう形になってるんで、そのまあ真犯人フラグ自体はその一人一人のキャラクターやっぱすごい作り込んでるからそういう風になっていて、その雫石は蚊帳の外なのになんか疑われてたりとか、あとその轟建材とかもまあ出てきたけど結局何だったのっていうのは、林っていうキャラクターをあのすごいやっぱ深掘りしたかったっていうことがあるし、人間関係がうまくすごいあの複雑に絡み合ってるっていう部分を見せるために、まあゴーラが出てくる時にやっぱそういったところがあるから、よりそのゴーラの恐ろしさっていうのも出てきたのかなと思うんですけど、キャラクターを掘り下げるためにめちゃくちゃいろんな要素を足してきたんだけど、それがその炊飯器失踪事件にどれだけ関与してたのかっていうことは分かんないなっていうのがあって、それはまあドラマとしてあの良かったのか悪かったのかっていうのは、まあ本当にまあ最終話が終わってからのまあ議論になるのかなと思います。ということであと45分ですね。本当にあと1話であのどうやって終わらせてくれるんだっていう感じなんですけど、なのでまあとにかく僕らはもうあの待つしかないなっていう感じですね。ということで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。最終話終わってからまあ一応総括みたいな動画とかも出す予定になっているので、チャンネル登録の方ぜひお願いします。でこの後僕短編が撮ったんですけど、それの予告編が1分半流れます。ラブソングに捧げられた恋人たちというタイトルで、通常版とディレクターズカット版の2つがあります。通常版はゆっこロードショーさんの自作短編映画サイトので出させてもらっていて、でディレクターズカット版は僕のチャンネルの方で出してます。どちらも概要欄にリンク貼っているので、興味がある方はそちらを見ていただければなと思います。ということで終わります。